おはようございます。はい、おはようございます。今日はですね、もう秋も深まり、はい、10月14日、うん、今日祝日ですよね。そうです、スポーツ、スポーツの日、の日、何の日、うん、何の日、うん、あ、私の誕生日だ。おめでとうございます。ごいに持ってて何歳の、何歳目の50歳、永遠の50歳、永遠の50歳の何回目の50歳だろう。何回目の50歳か、はい、ということで今日はですね、秋の植え替えをしたいと思います、はい。なんでこの時期やるのかっていう、まあ、目的とですね、うん、まあ、注意点、この辺の話をしていきたいと思いますので、はい、ちょっとあの生意気に講釈をしますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ということでですね、2鉢、赤松と五葉松を用意しました。もうね、パンパンなんですね。これはもう鉢が割れちゃって、一応肥料をあげてるんですけど、肥料入っていかないというよりも水が入っていかない、うん、で私のね、よく言われるんですよ、昼間さんのは水が入っていかないって。これ もう全然入んなくてでこれちょっと今持ってきたんですけど、はい、これね、本当は箸をね刺すといいんですね。こういうもうパンパンなんで、これだけど、ね、これも入んない、うん、これで箸が刺さないと、うん、もう水も入っていかないよ。そうそうそう、ね、そうなんですよ。水を入っていくためにはこういうもので穴でずっとここまで穴を通してですね、うんうん、そこに水が入っていくと、だからもう肥料なんかあげても最悪の状態で表面がもう硬いですから、はい、肥料もおそらく効かないんですね、これだとね、うんうん、ということで、なんか本当にあの釘かなんかドリルかなんかでやっていかないと、もうこのしなっちゃうぐらい。なるほど。これどのぐらい植え替えしてないとこうなるんですか、うん、多分ね、これ10年はやってないです。10年。あ、ただそれが理由かどうかわかんないですけど、肌がすごいきてます。あ、なんか植え替えしないと肌がくるみたいなね、よく言いますよね。これもね、ツルツルだったんですね。でこっちも実はツルツル で、はい、でこの木はですね、そちらの正面で、うん、ね、この枝とこの枝がね逆転してたんですね。逆転してて、でここを強調したいためにこう上に持ってったんですけど、ちょっと今隠れちゃってるんですね。すごいと思うんですね、この曲がり、うん、なんですけど、だから要は今日の目的一つは土の更新と根の更新ですね。植え替えの目的、うん、でもう一つはやっぱりもうちょっといい位置があるんじゃないかなって、うんうんうん、その木をね最大限やっぱり引き出してあげるっていうのは我々やらなきゃいけないんで、そうすると本当はね、なんかだらっとしてません、これなんか全体的に、うん、そうですね、うん、なんかね、こう落としたはいいんだけどだらっとしちゃってるんで、もうちょっと起きるかどうか、うん、でこれ根がね完全に出ちゃうと思います。はいはいはい、本当この鉢に入るかどうかも分かんないんですけど、少し起こしてこれをギューッと持ってくるとちょっと力強くなりませんかね。うん、うん、ちょっとそんな風に、はい、はい、こっちはやってみたいと思います。でこちらもですね、もう全然もう水入らないの分かりますよね、これ見てね。うん、そうですねこぼれちゃうっていう、うん、なんでこれですね、これに入ったらいいなと思って、はい、かんちゃんに割れてるよってちょっとイチャモンつけて安くしてもらったんですけど、うん、これ後ろにすればいいんで、これにこう入れてポンと乗っけるような形で、はい、はい、やっていきたいかなって。これはね、はい、ちょっと時間かかるんで、後で古浜取んなきゃいけないですから、うん、でもこれ見栄え変わると思います。これは後ほどということで、後ほど今日はこちらの方の植え替えですね、はい、を少しやっていきたいというふうに思います。それで、ごめんなさい、つけなきゃいけない、ちょっとお腹出てましたね。いや、そんなことない大丈夫、ガリガリです。今ダイエットしてるんですよ、これどこでも絶対してないじゃないですか、もう食べてもあんだけツイートしといてラーメン、ラーメン夜はね、食べたりとか、ご飯は食べない。ラーメンは、ラーメンは別全然ダイエットできてえ、ご飯粒を食べない。ご飯粒は炭水化物ダイエットで、ああ食べないんだけど、ラーメンは別です。おせんべいは、おせんべい食べる意味ないですやっぱりね、足とこね、さっき話した腰が、はいはい、やっぱり僕も今腰痛くて、うん、で腕は痛いし、うん、50歳だから、で、あとやっぱ足はね、筋力がなくて、あの階段登るのが辛くなっちゃったんで、なるほど、ちょっと始めました、体力作り。おエキスパンダー50回とあとヒンズスクワット。あ、やってますか。いや、始めましたね。何日目。いやいや、もうでも2週間ぐらいかな。すごい、僕と同じぐらいですね、僕もチョコザップ。それで腰やったのかな、僕ら無理するから無理するからそれでやったのかもしれないそうですね、植え替えを、鉢底ですね、鉢底というか針金を外して、はい、
で秋の植え替えってことですよね。あ、そうですね。で秋の植え替えはですね、諸説あります。諸説で実はね、今日ちょっと欅用意してたんですけど、うん、欅はねさすがにちょっと雑木根の処理が激しいというか、たくさんやらなきゃいけないんで、はい、ちょっとやめました。はい、で松柏も最近いろんな方がいろいろ言われますよね。うんうん、一般的には、まあ、雑木はおやばい、3月頃、まあ、2月から3月、2月後半から3月、うん、で松柏の場合は3月からちょっと遅いと4月、そうですね、適期は、うん、って言われるんですけど、やっぱり夏でもいいよとか秋でもいいよとか冬でもいいよとか、うん、といろいろあります。あの理由がそれぞれあるみたいですね。はい、で確かに4月はねあんまり遅いともう目切りをしなきゃいけないん で、うん、でね、厳しいんですけど、それで成長が止まりますからね。はい、ただね、私はちょっと思うに、4月に植え替えして、成長が止まっちゃう、うん、芽が伸びてるところだけど、芽かきってやるじゃないですか。はい、あれ芽伸びてるやつを抑えようと思って芽をかくんですよ。うん、だったら植え替えっていうのはありかなっていう考え方もある。うん、成長をぐーんと勢いよく伸ばせると、うん、その手前の枝が伸びたりだとかはい、するんで、力を 芽は残すんだけども、芽を描くっていう作業が5月ぐらいにあって、ね、うん、ちょっとだから抑えるんですね、受精を、うん、はい、そういう意味では芽が伸び始めた時に植え替えをして根を切ると力が一旦抑えられるかなと、うんうん、芽かきをやるんだったらってことですよね。うん、そうそうっていう理屈もあるかな。うんうん、だったらまあ4月の植え替え、5月の植え替え、もしかしたらその芽かきの代わりに植え替えをして一旦力を抑えるとかっていう方法もあるかもしれないかなって。だからまあそれぞれね、で力が春の植え替えはね、力があんまり乗らなくなっちゃうと良くないっていう話もあるし、夏でもできるとか、うん、あるんですけど、で、ここの前のお弟子さんだって年中やってましたからね、一年中、うん、そうですね、盆栽屋さんはもう一年中やってるイメージですね、できる、うん、だからそういう意味では松柏はね、結論から言うと一年中できるかなって。ただ気がしてます。注意は必要ですよね。注意必要ですね、その後の保護とかね、時期によっての、そうそうそう、切り方とかね、そうですね、もしかしたら土なんかも変えてるかもしれないし、うん、冬の展示会とかもありますからね。あ、そうそうそう、まあ、植え替えしてるってことですよね。してますよね。だからね、国風なんか2月ですからね、うん、国風用に植え替えをして出して、うん、で出してきて戻ってきたらまた変えますからね。鉢をだから1回閉めるじゃないですか。はいはいはい、で展示会から戻ってきたらまた土鉢に言ったり、大きめの鉢に植えてしたりってことは植え替え2回やるわけですよね。うん、で秋の植え替えは していいんですか。いいんじゃないかと思います。だから松柏は雑木はってことは、うん、雑木はちょっとやめた方がいいかなって気がしますね。まあ、でも雑木も植え替えしますよね、秋やってます。だったらね、欅はねちょっと言いたいことあったんだけど、欅とかモミジとかって粘りを作るから激しい仕事になるんですか。そう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 じゃないものは、あ、そうですね、植え替えできますよね。あ、そういう意味ではね、雑木はそうそうそう、粘り作りじゃなくて、うん、こういうようなパンパンになっちゃったやつを、まあ、土の更新とか根の更新って意味では、そうですよね、まあ、できるっちゃできるかもしれないですね。ということで針金が、はいはい、2つ外れましたんで、盆栽Qストアで売ってるこれですね、はい、ありがとうございます。根かき棒っていうんですか。今日も売れてました。あ、そう、うん、秋植え替えに使うんでしょうかね。うん、なるほど。あ、やっぱり やってる方いらっしゃるんですね。で表面が硬いと水も入んないけど肥料も入っていかないんで、表面は一回ちょっとこれきれいに取っちゃいますね。はい、はい、そこでもあれですね、目的の一つですね、根の更新と強度ですかね、うん、強度を新しくする、はい、ガチ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 ですね。あ、これはいい土ですね。いい苔、日苔、うん、土って、あ、土って言いましたね。平山さん、いつぐらいまで植え替えは、で真冬はやる。あ、だから普段は私やんないです、秋も、うん、今回はいや秋もやんないですか。秋もやんない。これは一つは作品展の売店に、なるほど、1ヶ月経って元気だったら出そうかなっていう。いや、これ売り物、売り物にしようかなっていうか、本当はねこれすごい一生懸命作ったんで、はい、売りたくないんですけど、うん、何しろ数減らさないと本当にね、
あっという間にいっぱいになります。いっぱいになっちゃって、これ先週一昨日から来た時なんか日沼さんの木を少しみんなでなんか してあげようかみたいな話が。お助け会を。お助け会をっていう話。手が回ってないの。みんなね、うん、あれなんそうは言うんだけど。悲しい目で見てるんです。悲しい目で見てるんだ。これ終わってないなみたいな。終わってないみたいなね。水は入らないし、草ぼうぼうだし。うん、草ぼうぼうはまだいいですよ。これ草も入らない。草も生えないですよ。これ戦ったら。これもそうですよね。うん、だからそういうの企画にしましょう、動画の。ああ、そうですね。ヒマンさんの木を助けたい。助けたい。前はね、いらっしゃったんですよ。あのやってくれる人やってくれる方がね、木は持ってないんだけど、そうそう、ね、来ると、ね、うん、私の木をやって、うん、マンションでね、木は持ってないんだけど盆栽やりたいって言って来られてた方が、ね、残念ながらなくなっちゃったんで ね、 そうですね、悲しかったですね。悲しかったですね。たまにでも動画とか出てきますもんね、昔の見ると、あ、この方いたなとか ね、 ね。やっぱりそう、もう4年ですか、5年、 YouTube、 うん、今4年経って5年目ですね。4年経っていろいろね、うん、そういう意味じゃ人も変化して、高木さんも入ってね、当事園に入られて、うん、そう、あ、でもここが大事ですよ、こういう、うん、この表土の硬い表土のところをこう取ってあげるって。で、臓器なんかはこう粘りのところのこういうところをね、きれいに取ってあげないと水が入っていけないし、はい、うん、ここから根が出てこないんで、粘り作っていく上では、うん、はい、大事です。大事です。ここまでなってる人はあんまり、でも買ってきた木がこういう場合もありますもんね。あ、そうそうそう、ね、もう傷んじゃってね。傷んじゃって。傷んじゃってか、傷んですか、植え替えしなくてね。植え替えしなくてね。うん、これは何年ぐらい？いや、これも同じぐらいだと思うんですよ。10年ぐらいやってないと思いますよ。パンパンですもんね。だから、この表土が少し取れば、多分土、さっきの水が入ってくる、うん、これがね、ぐーっと少し入っていくかどうか、まあ、こういうのだからあれですよね、なんかハンマーで叩いて枕取りしましょうか。あ、さあ、じゃあできるだけあとはこれを取って、あれを、水兵器を作っていただきましたよね。全然出てこない。下の方にあるってことは、あ、これなんかほら、買って一回も使ってない、これ。あ、2年くらい前じゃないですか、奥行ってね。そこで菊川さんいた、なんか、なんかじゃあ買ってかないとって。出てきましたよ、これ、これ。出てきました、これ。ああ、それなんかありましたね、うん、そう、植え替えの道具ちょっと紹介しようかな。あ、そうかそうか、これ私がね、植え替え、これが抜けない抜けないって言ったら作ってきていただいた、はいはい、千葉県の、ちょっと形状を見せてほしい。あ、こういう薄くて、これ入ります。うん、多分ステンですかね、これね。ヘラみたいになってる。ヘラみたいになってるんです ね、硬いやつ、はい。金属加工の専門家の方みたいなんで。うん、これ8割れたら、ハプニングですね。楽しいですね。ね。お、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 これ少しずつやっていけばいいんだな。でも動いてますね。動いてる、動いてる。ちょっとね、ブチ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 いってるのは、鉢、うん、に少し根が。うん、くっついちゃう、くっついちゃってるやつが剥がれてるんですね。お、お、お、なんか鉢が割れそうな気がして、うん、あ、いく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 、多分びっちり根が詰まってると思います、うん、もうここまで来ればね、そうですね、抜けそう、抜けそう。ここね、幹触りたくないんでね、皮を、あ、皮をね、守りたいと、はい、おっしゃ、お、抜けた、多分ね、びっちり、どうでしょう。おお、これこれですよね。これを更新したいんですね。うん、こう被膜になっちゃってるやつ。はい、ああ、できました。これのおかげです。来年売りましょう、これ。ね。ね。盆栽祭りでね。出てましたもんね。え、出てました？あ、今年出店ね。そうそう、出店。うん、すごいね。安くてね。はい。じゃあぜひ今年はこれも出してください。はい。きっと売れますよ、これ。動画見たら作ってくれるんじゃないですかと。ね、そうそうそう。うん、じゃあ鉢を洗って、同じ鉢に、そうですね、同じ鉢で
少し起こして、はいはい、ちょっとね立てると厳しくなるんで重宝でもいいかもしれないんですけど、うん、まあ赤松ですし、はい、このままで入れば、うん、ただこの根がね先端ちょっと上に浮き上がるんだけど、まあそれもそれでいいかなって、うん、面白いかなって気もするんで、はいはい、じゃあ、まあ、赤松だから柔らかく、うん、いい鉢でいいかなっていう感じ、うん、ちょっと鉢を洗って鉢の準備をしちゃいますね、はいはい、鉢はちゃんと洗わないと結構詰まるんでね、あの、うん、目の中に土の水吸わなくなるってことですかね。え水吸わなくなる、そうそうそう、詰まっちゃう、こういうあの緑の苔みたいなやつとかね、うん、これも最初こう来たばっかりの時に先生怒られましたね、やっぱり適当に洗ってたら当たられよって、うん、そういう精神があるんですかね。そういう精神がね、やっぱりそういう今なかなかそういう厳しい先生いらっしゃらないんで、あれですけど、サラリーマンは靴をきれいにしろみたいな、あ、そうそうそう、ことかもしれないですね。そうですね、ワイシャツを洗えみたいないや、みんな洗いますよそれみんな洗うんですよせっかく引き切れちゃってちょっと練習しちゃったよ、はい、ダンスの練習をね、ダンスの練習をねちょっとやったんで、はい、中央だから鉢の準備が先だって言ったんですよね。そうですね、そうですね。で、網は表と裏が実はあって、はい、平らな方を下、下に山の方を上と、はい、いうことで、これは何度でも、ね、はい、使えるんで SDGs で、はい、再利用で、はい、再利用ですね。下はね何ミリでもいいです。 1.5 でも 1.8 でも2でも、はい、あんまり厚いと下がデコボコするときがあるんで、これがへこんでるからまだいいんですけどね、はい、息がずっと切れてだってあの何個ぐらいですか、5メートルぐらいちょっとなんか、ね、練習したんだ練習しただけで息切れちゃってダメだ、やっぱり体力つけなくちゃ。 1.5 にしましょう、はいはい、体力作りと、あと英語、うん、始めましたよ。英語も始めたんですか。ちゃんと、うん、あの会社のあれでシャドーイングって言うんですね。相手が喋ったことをこう追いかけてやっていくやつ、はいはいはい、でちょっと海外の方に、海外の方に一言いいですか。え海外の方、 Nice to meet you, I'm Hilma それな、ナイストリップほぼ、ほぼ雑談じゃないですか今日今日ほぼ雑談だって、何植え替えしかないから。そうですね、秋の植え替えについてもっとなんか詳しくって、詳しくか、あ、そうですね、根はあんまり切らないとか、そうそうそう、根は切らないっていうのはもう普通のことなんで、 それしかないんですけど、うん、それしかないですよね。 いつまでとか時期が、あ、いやだから冬でもやるっていうんで結局、ね、何もないんですよね実はネタは。まあね、冬でやった時はなんかハウスとかで保護したりするじゃないですか、プロの人とか。あ、冬はね、真冬だとそうなりますよね。だから一般の人はそんなのないわけだから、うん、そうですね、そうなると多分10月11月ってどうなんだろうな、うん、そうね、あとだから風に当てないとかね、うん、日はね、よく植え替えして日陰に置くっていう人いるんですけど、はい、日向の方がいいと思います、うん、時期限らず植え替えしたら。僕もそんな気はしてます、うん、よくいるんですよ、そういう方がね、うん、いますよね、しばらく、あ、そうそう、でこれ、ここは大事なやつで、方向性は これがいいと思います、この円周上が一番だから、外って高いからこう斜めに、内側やや斜めにハの字、ガタガタならないように、ガタガタならないですね、うん、これ結構やってからね、後で失敗するときあるんですよね、ガタガタしちゃって。これはしっかり引っ張ってですね、そうそう、植え替えの話をちゃんとしようって言ったんだよな。そうと1点ね、鉢は結構いいです。これ2ミリか、あ、1.8 だ、これか、何が、あ、1.5、 あ、ごめんなさい、ね、植え替えで大体 0.5 単位なんですね。 1.5 とか2とか 2.5 とか、アルミ線の話、アルミ線の話、ごめんなさい、1.8 はね結構使えます、うん、これは 1.8 いいって言ったから使わないとあれか、1.8 は、あ、これこれこれ、1.8 ミリ、これぐらいちょっと大きいと、はい、1.5 だとちょっとこれ細いんで、うん、1.8 はいいです。で2だとちょっと太いと、太い、はい、ちょっと鉢を固定する針金は、そうですね、木の大きさによって太さを変えるっていう、そうですね、それがいいですね、うん、はい、であんまり太いと、そっか、文人とかでも大きさっていうかあれかもしれないですね、不安定なやつは太くしたりとかしますね、そうそう、しっかり止めるやつはね、うん、
でここは穴の大きさなんですけど、はい、これもよく勘違いする人がいるんですけど、はい、こう外側から包むから外側に入れたくなっちゃうんですけど内側に入れるんですね。そうですね、確実にね、この穴の内側の穴を、そうっていうのはこうやって縛り上げた時に外側に行くと網がめくれ上がっちゃう。そうですね、うん、今朝はお祭りは、お祭りはじゃないや、作品展の時はまた橋が新作が出るんですか。あ、そうですね、今釉薬付き、あ、そうだ、作ってます。釉薬付きの、ヘドラ鉢、そうですね。へえ、ここはあえて鉢に沿って外側にこう一回広げます。広げない人もいるんですけど、うん、まあ、木が入るんで広げた方がいいと思うんですね。ということで鉢の準備は OK、 OK、 はい、で、周りの、こういう固まったところ、これをね取りたいんですね。これをなんかほら被膜みたいになっちゃってやつですね。あの植え替えはこの周りの、更新ですね、はい、土の更新と根の更新、うん、あと表土ですね、うん、表土の更新ということで軽めにやります。それと先ほど言ったこれを少し上げるっていうことはこの底の方を取ってあげないといけないですね、はい、こうなりますから、うんうん、こっちの底の方ですね、はい、こっちは少し取ります。これがな入るかな、まあ、これが飛び出るんでねそれが面白みになってくれればいいんですけどね。そうですね、うん、それはね根を入れたくなるんだけどちょっと切っちゃいますね。 あんまり秋の植え替えは切らないと言いながらも切らないと根が更新しないんで、うん、で、何度か言ってますけど、こういうあの木なんていうのかな、硬い、まあどっちかというとどうでもいいハサミで、これはいいですけど、あの関西の方は砂を結構使うんで、はい、ハサミやられますんで、うん、ざっくりと土と一緒に根を切るこういうあの傷んでもいいハサミと最後にもう一回切れるハサミでもう一回切ってあげるといいんですね。まあ、そうなんですか。表面の方がほらあの根の切り口が更新されるんで切れないハサミだと潰しちゃうんですね、あの根の先端を。なるほど、はい、なんでもう少しその後は、切れるいいハサミというかこういうのでこう切ってあげると、うん、そうすると、まあ、根がね出やすくなってくるかなと。だから砂利とかがないのを確認してからって感じですね。そうですね、そうですね、うん、根をねこう綺麗に、あ、だから今こういうふうになっちゃうんですよ。こういうふうにこういうふうに切れないと、はい、わかりますかね。こう引っ張っちゃうからこれをこうスパッと、うんうん、切ってあげると、はい、いう感じですね。はい、で土は残すんですか。うん、あ、これはもうねこれぐらいでいいです。あの春はもうちょっとやりますけど、はい、はい、これぐらいでいいと思いますね。それとあとはあげるんでここら辺ですね。こっちも切らなきゃいけない。こっちも少し落とさないといけない。であとは少しこう巻き込みます。もうあんまりで、あとまず入るかどうか一回入れてみて、うん、うわきついな、うん、ぶつかっちゃいますもんね、うん、ここねしょうがないですね。そしたらねもうちょっとでもいけませんか。こっち削れない、うん、っていうかねこっちがぶつかっちゃって起こしたいんでこっち削って、あ、こっちに、あ、そういうことか、うん、あ、確かにさすがですね。もう1センチかそんなもんですけどね。うん、そう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 、確かに確かに。展示会の日は決まったんですか。一応ね、そう、5月の大盆栽祭りの時の市民展出した赤松があって、 あれはね、1回植え替えて、であれはもうどんどんあの変化してったんで、うん、頭をどん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 下げてったんで、あれを最初出そうかと思ったんですけど、はい、五葉松、あの久々にちょっと針金かけたんで、うん、五葉松の株立ちを、針金をね久々にあんまり針金かける時間ない中で、うん、ちょっとあのお留守番が続いた時に、あ、そうですか、うち持って帰って針金かけたやつがあるんで、それをせっかくかけたから出そうかなと思って、はい、それはまあ展示会来ていただいて、はい、お楽しみに。ひるまさんのトークショーみたいなのもあるでしょ。トークショーっていうか、トークショーとか何ですか。トークショーはいやいや、あの本当は浜野会長のトークショーをやるはずだったんですけど、あ、どうするかですね。だから2日目、そうそう、だからひるまさんとかんたくんの回る川崎先生の展示会の木の説明とか見方とかを やってみましょうかね。ギャラリートークというか、ギャラリートークね、やりましょうか。あります、はい、なので皆さん2日目の午後ぐらいですかね、うん、だから朝はもう売店があるんで、うん、そちら
来ていただいてゆっくり見て、はい、お昼食べてから、うん、大宮駅前ですからね。そうですね、そう結構時間潰せるとこいっぱいあると思う。そうそうそう、食べるとこいっぱいあるし、うん、まあでもやっぱぶつかっちゃいますね、うん、まあ、しょうがないですね。でもね、できるだけ立てて、うん、これぐらいがいいな。特に正面はうん、いいと思います。別になんか模様もそんなにあるわけじゃないし、うん、そしたら、ちょっと土の話をしましょうか。はい、土はね、今日ヒューガ土っていうのを持ってきたんですけど、はい、7、3ぐらいかな、少しゴロ、できるだけ大きいやつ、はい、はい、大きいやつ入れます。大きいやつですね、はい、多分これ、桐生でも結構多めですね、6、4ぐらいかもしれない。そうですね、下はね、石だけでもいいんですね、本当はね。赤玉土と桐生石だ、桐生ですね、うん、で、私はスペシャルブレンドはこれ自分で作ったあの赤玉と桐生に炭を少し混ぜた、はい、昼間スペシャルで、昼間スペシャル、はい、でここに、少しヒューガを入れたいなと思ってて、多分赤玉は奈良の桐生が3階なんですけど、さらにヒューガを1割か2割、ちょっと割合が分からなくなっちゃいますけど、はい、でこれが昼間スペシャル、はい、昼間スペシャルを、昼間スペシャル、はい、でここにヒューガを、ほら、あれ炭入ってますね。これ昼間スペシャルなんじゃないですか。いやいや、これだったら開けた振ってるやつですからね。炭、園芸、なんだろう、9月しか食べないですよね。ない、うん、結構重いんですよ。冬があってね、普通軽いんですけど、これを少し入れましょう。どうだろう、もう2割ぐらい入っちゃった。あ、でもこれいい土ですね、うん、結構これはあれですよね、実験的な、こっちの方がいいかなっていう。そう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 、あの松柏は最近ね、ヒューが割といいって聞くんで、うん、水はけですよね。水はけがいいのがいいってことですよね。水はけがいいですよね。そう、雑木の場合は、うん、赤玉単位でもいいし、うん、桐生を2割から3割入れてもいいし、そうですね、で関西の方だと逆にほとんど、うん、山砂とか、うん、 そうでそこに赤玉、ね、を1割から3割入れたりとか。高松とかって砂だけですよね。だけででもいいですよね、うん、あ、これ結構いい土になりましたね。はい、でね、あと土の大きさもこれ多分あまり今まで話したことないと思うんですけど、はい、五葉松なんかで端を短くしようとして小さい小粒の土を使った方が良さげって考える人が結構いるんですね、うん、小さい土の方が葉が締まってできる。そうなんですか、うん、要はただそれって木を苦しめてるですよね、それって、うん、小さい土ってことはやっぱり土は結構あのなんだろう、水はけよく大きいやつをできるだけ使って、で水はけを良くして水やりの方で管理する、うん、水をあげすぎないとか。そうだから土でね管理して小さくしようっていう人いるんですけど、それは大きさに対して小粒ってことですよね。商品とかだったらだって小粒で、商品だったらそう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 、普通の場合もあるから。そうですね、商品だったらね、大きい木の時に小粒を入れて小さくする人がいるということですね。でそれはあるプロの方に教わってそうじゃないよって言われました。水やった方がいいと、うん、あの土でね小さくするんじゃなくて、そう水やりで管理した方がいいよって、土は大きめで水はけよくしてっていうお話、極秘情報です。はい、でこういうのは少し間を通しちゃうといいですね、針金を固定用の、はい、固定用の針金はこういうところに、こういうところ出ちゃう ないように。そうですね、見栄えを、はい、見栄えをね、よくする。はい、あ、起きましたね、だいぶね、うん、だいぶ起きた、うん、このぐらいの方が勢いあっていいですよね。ね、勢いがありますよね。ここね、ここちょっと止めづらいんですね、ここね、はい、ずっと逃げていっちゃうんですよ、こっちに、あの針金やろうとすると隙間がなくて、はいはい、でこれもカンちゃんのにもらって、こっちね、先端少し削って、割り箸、これはあのお蕎麦さん行った時にちょっといいとこ行くと竹箸になってるんで、うん、それもらってきて、よくだから一時あれでしたね、みんなでお蕎麦さんお昼食べに行くと、うん、あのお土産に箸もらってきて、ここに、うん、いろんな人がこう食べた箸がここにあるんですよね。でグッとやってここに固定するってことですね。そうですね、ここに固定してあげて、
あ、え、今日何の日でしたっけ。私の誕生日。あ、おめでとうございます。え、本当、ハッピーバースデー。嘘、本当。ありえ、なんで、え、知ってたんですか。僕知ってました。いや、嬉しいな。多分欲しがってたやつ。え、もしかして忘れてるかもしれない。僕が間違えてるかも、可能性あるけど、ステンレスの、違う、やっとこ、どうでしょう。Q さん優しい。うわ欲しがってましたよね。ありがとうございます。欲しがってた。あ、よかった。いやー、ありがとう。いらないこれもう。2本必要じゃないですかね。ありがとうございます。あ、ほんと。ぜひ使ってください。ありがとうございます。いや、すごいな、Q さん。いや、ほんと私あんまり言わないようにしたんですよ。なんでですか。そういう、ほら、全国からプレゼント集まっちゃって。そうですね。自分から言ってたけど、一応。一応今月中待ってようかなと思って、冗談ですけど。ありがとうございます。いやー嬉しい。いいじゃないですか。多分私道具で最後これ欲しかったやつ、うん、これ完成されましたね。完成されました。よかった。ありがとうございます。よかった、本当ありがとうございます。福和さんのやっとこ、すごい嬉しい。ありがとうございます。はい、あ、じゃあ使わせていただきます。早速、はい、初使用。初、あ、これね、うん、違うよ、分かります。全然違う。グリップ力が全然、グリップ力っていうか、私が今まで使ったやつでちょっと大きいんで、はい、はいはいはい、あ、力入る、力がね、それはあるかもしれない、ね、いつもの2倍ぐらい。ああ嬉しいや、っていうか Q さんが覚えててくれたことが、いや本当ね、私あんまり言わないようにしたんですよ実は。本当ですか。いや、あれ Q さんでも私言いましたっけ。なんかね、今年はいろんな人に誕生日プレゼントあげてるようにしてるんですよ。ありがとうございます。なんか忘れないようにしようとして。あ、本当に嬉しい、ありがとうございます。あの、多分うち帰って何もないです今日。何もないと思うんですけど。家族からは、家族からは、うん、よかった。宮崎行っちゃってるしね。そっか、うん、何もないと思うんです。いや本当ありがとうございます、はい、いや、まさか、まさかまさかでしたね。もう言わないところがすごいですね。水臭い、汗臭い、イカ臭いみたいな。どういうことですか。よくわかんないけど。どういうことですか。よくわかんない。いや、本当ありがとうございます、はい、もうずっと使わせてもらいますので、はい、あとね、うん、ピンセットがピンセット。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。で、これは、ハサミでもいいですけど、こんなんで構わないんで、バキッといっちゃって、切って、あ、ごめんなさい、はい、で、これ、下までいっちゃうと抜けちゃうんで、うん、はい、ちょっと残してですね、残してですね、はい、もうちょっといってもいいかな、はい、あ、だからなんか炭がいっぱい入りましたね、うん、嬉しい嬉しい。なんかいいですね、突然のサプライズって、うん、まさかと思ってたんで。ここら辺は出ちゃいますけど、うん、まあ苔とかでごまかせばいいんで。あの、本当はね、欅で、そう、木の良し悪しっていうか、こういう木を買いなさいっていう話をしようと思ったんですけど、でもね、最近ね、やっぱり業者の方で、あの木はダメって言い方を私しちゃうみたいで、ここが悪いとか、うん、だからいい木悪い木って言って、悪い木ってやっぱり言い方良くないなって。趣味家の方のための動画でありながらも、業者の方のやっぱり潤ってもらわないと盆栽界って賑わっていかないんで、業者の方を応援したいよって思ってるんですけど、そうするとあの木が悪いと、ここがね、どうだとかって言うと売れなくなっちゃう。だからそこで言いたかったのは、悪い木っていうのはなくて、うん、その木の一番いいところを見せる、うんうん、で、枝一本あればなんとかなるし、最大限その木のいいところを引き出してあげるっていう、はい、そういうことを言いたかったんですけどね、本当はね、うん、はい、でも、まあ、難しいところですよね。難しいところ、木のいいところと悪いところを見つけるのが盆栽じゃないですか。まあまあ、そうなんですよね。そういう目線で、いいところがわからない、はい、そこが見分けられないと、はいはい、木の価値ってつけられないじゃないですか、うん、あ、まあそうですね、うん、だから、うん、難しいところです。難しいところですね。で、一番言いたかったのは、いい木ってのは高いから、うん、良くなる木を、ああ、そうですね、買ってくださいっていうのを言いたくて。それはいいと思います。そう、じゃあ良くなる木ってどういうのって言うと、またそれも難しいんですけど、ね、うん、どこまでは。じゃあ2本目の動画で、次回の動画で。次回の動画、今日やる、今日は植え替えできない。今日は違うんですか。今日は、うん、また植え替えの時に。ほぼトークですよ、この動画。ほぼトーク。たまにいいのかな。いいじゃないですかね。最近ほら、変化の大きいやつが多いから。そうです。川崎先生のとか、かんちゃんのやつとか、ね、もうね、いいです。あんまり視聴者回数、私、
気にしてたけど、やるとねショック受けるんで、一番気にしてる、一番気にしてる人そうそう、人のが伸びると僕より気にしてます、うん、あ多分そうですよねあれ伸びてるとかね、うん、あれ意外とダメだったねとかね。でもトークの勉強になりますね自分の、うん、結構今日は主語なかったです、主語ないかあれ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 なんだかわかんない、あれだからこれだからっつって、うん、いやっていうかね、笑いに走っちゃうんだけど、うん、あそこでもう一回これ言っときゃよかったなみたいのはね、よくそっちの話、それはねよくあります。あこれもう一回ここ言っといた方がよかった。でもなんか面白いですよね、盆栽球ってなんか中毒性ありますねなんとなく最近思いました。でも自分の動画しか見てないですよね自分の動画しか見てないけど複数回はね、盆栽球中毒性ありますか、うんうん、というかね、やっぱりなんか1個でも2個でも勉強になることってそうだね、あるじゃないですか、気づかされたりね、そうそうそう、自分の動画見て後から見て気づく、うん、あそうだった、うん、そうだったって、うんうん、ありますね、うん、ここのトークは上手だったなとかねやっぱりそっち行っちゃうだけどなんとなくありますよ。あ私昔言ったことカンちゃん言ってるとかねどっちが先か分かんないけど、どっちが先か分かんないけど、まあ、まあ一般的なことなんですけどね、うん、そうそう、あのためになることはあるんで本当に思いますよ視聴者に言われたらね、視聴者に言われないで自分で言ってるっていうね、自画自賛っていうのはいつもそう。あと新藤さんのやつはねもっといっぱい出してくれればね、あれが勉強になる、あればね勉強になる本当に、新藤さん言ってること正しいんでね私は経験して言ってるからとか自分の考えで言ってるから、ね、ちゃんとね裏付けがあって言ってる、裏付けがあって言ってる、ね、そうそうなんですよ。でやるときはあのもう下までですね、ずーっとあの箸がこう先端だけねちょこ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 やる人いるんですけど、はい、こうやってやってったらずーっとほらほらこれまだ入ってった、ほらこうやって奥まで、奥までね、入ってたの分かりますかね、へこんだの今、ここえちょっとちょっと撮ってます大丈夫ですか、なんかこれをこうやってずーっと下まで入れてって、はい、ほら入ってた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 ね、すごいですね、カメラマンにちゃんと撮ってますかってプロのカメラマンにすごいよということで、下までですね、ぐーっとぐーっとぐーっと、編集大変だな、大変ですね、遠くはないからね、いいかな、最後苔を少し張るんで、はい、であとは、これに出たちょっとちょろちょろしたやつこれ切っていっちゃいましょうか、ね、大きいのこういうやつですね、こう浮いちゃってるやつ、楽しいな、でも楽しい撮影にいっぱい喋って、あの時楽しかったですね、公開の時ね、あ公開の時、あの時楽しかった、あれ結構何回か見てます、5回以上行ってます、5回じゃ7回ぐらい見てるから自分好きすぎじゃない自分が好きすぎあでも川崎先生もね、なんか楽しそうにニコニコしてやれてるし、だからやっぱり Q さんに成長させられてるんですよ、みんな、あそうなんですか、ニコニコしてるニコニコしてね、でも楽しんでもらったらね、そう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 、見ててね、楽しい方が、だから一番楽しいのはやっぱり動画をたまたま見ちゃって、で動画ハマったっていう人が一番やっぱり嬉しいじゃないですか、そうですね、動画じゃない、あの盆栽に始めたっていう、結構いますね、今年だからフェスの時はすごいいっぱいね、いて、始めたばっかりなんですけどって言って、で結構なそこそこのね1万5000とか2万円ぐらいの木を買われてった方で、2日連続で来た方もいましたよね、うん、初めて来ていましたね、いましたよ、初めて盆栽やるんだって言って、私は2組はっきり覚えて、でここで川崎先生にね作っていただいて、喜んで2日目も来てまた変わっていかれて、まあ、相方が増えてってくれると嬉しいですよね、それがたまたまね、盆栽球見て、だからなんで見たかっていうのはそこを知りたいんですよね、また、あ、植物好きとかもともとあると思いますよ、ですかね、で関連で上がったんじゃないですか、よくテラリウムとかね、そうですね、僕も最初
そっち見てよく見てましたよ、ね、あ、そうなんですか。僕はもともと盆栽興味ありましたけど、あ、うん、嬉しいですよね、そういう人が増えてってくれると。ということで大体の植え替えが終わりまして、はい、細かい土を少し最後入れてちょっと苔先張っちゃいましょうか、はい、あの乾いちゃってるんで、うん、水あげたいんで、水あげて、それからこっちの枝操作を少し、はい、ということで、ね、もうちょっと土を入れて小粒を入れます。最後その理由とは、はい、ああ、だから苔を張りたいんで、苔が活着しやすいように小粒を、はい、そうですね、苔と水ボケでもいいかな、うん、あの展示会じゃなくて売店なんで、そうですね、さっきのその細かい苔と、うん、ここら辺のやつと、水ボケを混ぜて、そうだ、さっきの話でどちらかありますけど、だからなんか最近この教室もあの庭師さんとか、あ、いますね、ね、結構行ったり、あと建築関係とか、うん、っていうか若返ってますよね。若返ってる人が、そう、まあ40代ぐらいがメインじゃないですか。そうそうそう、若返って一番多い層がね。そうそうそう、若返ってるのと、あと昨日一昨日もあの建築設計事務所の方、はいはい、ね、あの来て、なんか共通するものがあるみたい。うん、そうですね。うん、ちょっと話めちゃめちゃ変わるの。話がちょっと、どこカットしよう。表面に少し細かい土を入れると、はい、ちょっと手が邪魔だな、ごめんなさい。そうですよね、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 全部隠してたから、全部隠してた、見せないようにしてたんですよね。そのぐらい小粒ですね。小粒ですね、はい、で水ごけ、水ごけと水ごけ、水ごけですね。でちょっと苔をまぶしました、この中に、はい、少しこういうところに、あ、またいや本当はあれでしたよね、水やりしてからっていつも言われるやつ。苔を混ぜることで、うん、またそれが苔が出てくると、はい、出てくるということで、ちょっとあんまり苔ないな、この水苔は、うん、あれですか、土がこぼれないようにとか。そうですね、土がこぼれないものもそうだし、まあ、保水性植え替えたばかりなんで、うん、まあ、ちょっとね、真夏の時期は過ぎたんで、はい、あのそんなに日差しは強くないと思うんですけど、先ほど言ったようにっていうか使われるかどうかわかんないですけど、日向に置いた方がいいので乾燥する可能性はありますから、うん、あの盆栽の話してるとこは使います。少ないですけど今日は余計な話が多いから。ちょっとこれまぶしましょう苔を、はい、で、この辺のそばにはこういう日ごけを、はい、じゃあちょっと水やりをしちゃいましょう。はい、はい、先端の優しい水ですね。葉っぱもかけてもいいですね、少しね、反対側から先端の柔らかい水ですね。もういい。さっき言った土がこぼれないように。そうですね、そう、こっちはガチャーってこうやってやっちゃうとね、そういけないんで。気持ちいいって言ってますね。言ってますか。うん、言ってる言ってる。気持ちいいって。お誕生日おめでとうって言ってます。お誕生日おめでとうって。プレゼント待ってるよ。言ってないから。それで仕上がりました。はい。はい、で、起こしたんですね。うん、で、あとはちょっとこの枝をどう持ってくるかですね。ちょっといいですかね、こちらです。でもなんかいいですね、勢いある。ね、やっぱり上がったことでね、うん、あ、これいいな、これ。うん、どうですか、こうあるじゃないですか、こうなんかバシッってきません？そうですね、でも縦にこう並べるようにも見えちゃう、うん、そうそうそう、これとね、並んじゃうんだけど、もうちょっと、うん、ちょっとだから逆にここまで入れちゃうか、うん、とかね、うん、入れちゃうか、結構な仕事ですね、あるいはこれよりもちょっと出すか、だからそうするとこれを少し小さくするとか、まあそれはまた次の方がやってくればいいんで。売り物だったこれ。じゃあこれとこれで引っ張りますか、この。そうですね、うん、そしたらね、本当はこれ銅線でやらなきゃいけないんですけど、はい、うん、ちょっと銅線持ってきますね、はい、新しく入手した引っ張り用の細い銅線なんですよ。へえ、うん、これなんか違うんですか、普通。いやいや、細い、こんな細いの見たことない。、はい、多分効かないですよね、これこんだけ細いと、はいはい、あの針金掛けとしては、うん、引っ張り用の銅線らしくて、だからまさしくこう細くて、もうまるであるのがわからないぐらい細い、うん、でも簡単に切れないっていう、こっちに、うん、はい、で裏からそっちにゴムを当てて、そうですね、ここにゴムを当てて、はい、ほんと細くて普通の動作がいいかもしれない。そうそう、やりづらいぐらい。こっちのやっとだとね、つかめないですよ、先端がなんか、ガタガタしてるから。これだとね、つかめますね。あ、
私、素晴らしい、ほらいい、引っ張りますね。どこまで引っ張るかだな、問題は枝がね、細いから。あ、切れた、あ、違う、抜けたんか、あ、切れた、あー細かったか、やっぱりこれ細いんだな。ちょっと待って、そしたら、でもせっかくだからな、これでやりたいな。あ、いやいや、見えないぐらい細いってやつ、ちょっとあれだな。じゃあ再チャレンジ、再チャレンジ、はい、再度針金で、そうですね、針金で引っ張ろうとすると切れちゃうんで、そうですね、うん、手で引っ張りながら、危ねえ。さあどうでしょう、どこまで、うん、だいぶ行きました。持ってきたいですよね、持ってきたいぐらいだな、ね、やっぱここですね、下で引っ張りたいですね。うん、もう一本、もう一本行きましょう。一本いっとく。で先端で、はい、ちょっと取りたいと思います。引っ張りたいと思います。はい、どうだ、入りましたか。あー、でもだいぶ入ってきましたね、いい感じ。うん、うん、これがグッと入った、あ、いいんじゃないですかね。そこを先端がちょっと長くなった、ちょっとこの辺重くないですかね、なんか、まあ、ちょっと ね、切りたくなっちゃいますね。ちょっと重いんで切っちゃう、切っちゃう、もっと、もっとかな、うん、ちょっと出っ張りすぎちゃって、はあ、ここら辺がね、下がってきて、もう一個切っちゃうか、入りましたかね、少しね。あー、針金かけたい。これだけ、これだけ1本だけかけていいですかね。1本だけどうぞ。これだけ、これだけ、はい、ここ、ここがね、ちょっとここでちょっと繋がっちゃいますもんね。ここ、うん、ここ棚作りたいんですよね、はいはい、1本だけ。せっかくこれ切ったんで、じゃあそれかけて、これで終わりですね。エンディングにしましょう。エンディングにしましょう。はい、はい、ということで終わりました、はい、これですね、うん、植え替え角度を少し起こしまして、はい、でこれをずっと寄せました、うん、でこの見えない針金で、見えます、見えますねカメラがいいから見えにくい、見えにくい、あのすっごい細くてですけど、だけど引っ張り用の針金なんで、はい、あの枝の針金かけには効かないんですけど、引っ張るにはいいということで、うん、まるで見えない、うん、やつですね。でこれを全体一回ここで元の方をグッと引っ張って、先、先端にさらにこれで先端で引っ張ってます。見えないと思います。2箇所、これだからちょっとキュッとこう返すような感じですね、はい、ということでギュッとこうなってるのかな、こうダラーンとなったやつがギュッと引き締まったんじゃないかと、うん、いうふうに思いますんで、1ヶ月経ってですね、このまま元気であれば売店に出そうかなと。作品展が11月の17、18日かな、かな、ね、はい、で、17日から17、18が即売会があるということで、はい、まあ、あのフェスとはちょっと違うグレードのちょっと高いやつを出しましょうと、うん、いうことで、まあ、一つの、なんていうのかな、その作品の一つなんですよね、はい、作品 の、 あの販売は販売っていうよりは作品の一つとして、まあ、置いといて、まあ、買えますよというような感じでやろうかなというふうに思ってます。このクラスのものをね、出そうかなと思ってる。だとあっちのさっきの、はいはい、あれも後で時間があったらお前コーナーで、はいはい、出したいと思いますんで、今日はまあ植え替えの目的ですね、根と土がパンパンで、更新してあげるよっていうことと、まあ、いいよりいい角度、植え付け角度にしてあげるという目的でやりましょう。で根はあんまりさばいてないですよと、はい、秋の植え替えなんでね、はい、ということでまだまだ間に合います。あの冬でもいいっていう方いるんで、いろいろチャレンジしていただければというふうに思いますんで、うん、まあ、一概には言えないですけどね、一概には言えないですけどね、あの種類とか、そうそうそう、環境にも、環境、あとその地域によってね、暖かい時はいいですけどね、うん、北海道の真冬の植え替えはちょっときついかもしれないですね、知れないし、まあ、ハウスがあるなしとか、そうそうそう、用意できるかどうか、うん、あと元気がいい悪いもあるんで、そうですね、結構芽がしっかりしてますから できるんですけどね、元気のない木はちょっとできないかもしれないと、うん、だから一つ一つ答えが違うのが、うん、やっぱ ね、 そうですね、人間と一緒で、そうそうそう、一つ一つは違うから、違うから、いつもこの時期にこれ やんなきゃいけないとか、うん、ああしなきゃいけないみたいなのよく言われるけど、そう、その時期がね、何月だからとかって、ね、そうそう、うん、そういうんじゃないんですよ、そうそうそう、だから植え替えもやんなきゃいけないとかっていうよりは、やんなきゃいけなかった、やんなきゃいけないんだけど
あれはいけないんだけど、あの毎年やんなきゃいけないとかじゃなくて、そうそうそう、こういう状況だからやったんですよっていう、そうですね、ところは理解していただきたいというふうに思いますんで、うん、生きてますからこれ、ね、ね、10年植え替えしなくても、そうそう、植え替えも鉢の大きさによっても違いますしね、そうそうそう、やるやらないっていうのは、はい、ということで、はい、この動画いいねという方はいいねボタンとチャンネル登録、メンバーズシップ、はい、ぜひ増えてます、メンバーシップ、あんまり増えてない、まあ、ちょろちょろちょっとずつ増えてる感じ、ね、過去の動画見れるんですあれね、はい、たったの1000円で言っていいですか、ちょっとどうぞ言っちゃってください。値段下げたいんですよ、今動画公開のやつが900いくらなんですけど、もう一個下に作るんで、今動画でもう900円で入ってる人はもう安い方に移ってほしい、もっとやっぱ敷居下げたいなって思い始めてきて、毎月だから今まで払ったのは払っただけど、うん、新しく値段を安くして、そうですね、多分500円ぐらいのやつ作るんで、はいはい、過去動画も見れるやつ、はいはいはい、作るんでそっちに入り直してもらえたら、どっかに切り替わるわけですね、いいかな、そうですね、はい、まあ、増やした方がいいですもんね、そうですよね、はい、っていうふうにちょっと思ってるんで、はいはい、もしで過去は過去でまだ初々しい私が出てくるかもしれない、そう、はい、ということで、まあ、いろいろ考えてますので、考えてますので、YouTube の方もぜひ頑張って、あ、海外の方ははい、ナイスとミーチューで、はい、と、はい、いうことでまた来週 See you next week Goodbye お誕生日おめでとうございましたありがとうございます、はい、10月までプレゼント受付して間際ですからもう、はい、はい、よろしくお願いします、はい すごい西日になりました、ああ、動画ですね、はい、ああ、はいはい、植え替えしました、はい、これお皿ねぴったりあったですね、はい、で良くなっちゃって売れなくなっちゃった、逆光ですね、思いっきり思いっきりいかがでしょうか、いやかっこいいですね、なんかすごい私の大好きな形なんで、うん、ちょっと売るのやめようかなって今、うん、で減らないんですけどね、そうですね、針金かけたくなっちゃいましたねこの冬元気だったらちょっとかけるかもしれませんけど、はいはい、ということで一応できました、いいですね、はい、まあ薄用だと思いますけど、もうちょっとでこれはね、本当にスカスカというかもうパン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 というかもう全然根がちっちゃい鉢に凝縮されてたんで、はい、はい、伸び伸びとしてると思いますんで、はい、これからまた元気をつけて大事に育てていこうとやっぱ売らないのかって話ですね、売らないのか、はい、まあ、はい、これちょっといくつか正面をわかんないです、この辺がいいとか、そうですね、はい、まあ皆さんもほどほどに根をさばいて植え替えはできるんじゃないかと思うんで、ぜひチャレンジしていただければ、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、あ、そうだ、これ Q さんいただきました、え Q さんにいただきましたね、ありがとうございました、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、こっちの植え替え終わってないですけどね、まだまだあと2時間半ありますんで、はい、はい、頑張ります、はい